皆さんこんにちは、水木アンの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はチラでチャンピオン。ちなみにこれは160センチの男の子用の服です。ちょっと大きいか、150センチでもよかったかな。はいけどなんかちょっとなんか今日大人っぽくない？え、なんか可愛い目指してんのにあかんって今日。まあいいや。はい、今日はテレビでやっててんけど、最近ってもうこのアオラの年とか20歳以上とか、まあ、18歳とかでも子供を産んでる子とか、もうお母さんになってるママな子たちが多くて、でだからちょっとその子たちにもちょうど教えたいおすすめのものがあります。なんか関西では結構、いや関西で最初はやってて、けど全国に今広がってきてるみたいなんですけど、みんな知ってるかな、マイどこでもカード。知らん？そう、マイどこでもカードってあんねんけど、マイどこでもカードが、そう、今は全国で使えるようになってきて、でマイどこでもカードっていうのは、子育て支援パスポートに参画し、2016年10月1日から大阪府やすくすく関西の、府県だけでなくて、全国の子育て支援パスポートに、参加している自治体の協賛店でも使えるようになります。まあ、だからマイ子育てカードって何なん、ちゃう、マイ子育て、ごめん間違えたマイどこでもカードって何なんって思うかもしれないけど、子育て支援パスポートみたいな感じで、こう子供18歳以下の子供がおるところに、登録できるカードみたいになってて、でじゃあそれで何の得があんのって思うと思うねんけど、そのなんか紙とか、その登録したら紙とか、そういうなんかなんていうもらえるあんねんけど、すくすく関西とか書いてるマイどこでもカードのなんかこんぐらいの、そう携帯とかでもできんねんけど、シンボルマークやって、そうシンボルマークがあんねんけど、それを見せるだけでマクドとかにも使えんねん。マクドナルドでチーズバーガーのハッピーセットが割引やったりとか、ドミノピザ 15% オフとか、フォルクスやデニーズで 5% オフとか、リーガロイヤルホテルのレストラン 5% オフとか、カラオケとかでもジャンから10から 20% オフとか、まあ、旅行とかでも3から 5% オフとか、まあ、少しでも割引が効くねんやん。で、登録方法は、パソコンとか携帯、タブレット、あとハガキから登録できて、ほんま無料で登録できるから、まあ何って思うかもしれんけど、ぜひぜひ、子育てしてる18歳以下の子がおるんやったら登録したらと思って、いやすごい得なものやと思うし、なんかこれで意外と知らん人多くて、で逆に登録してる方は結構 おるのはおるねんけど、青の周りでもこうちっちゃい子とかいっぱいおるけど、みんな知らんかったからもうすぐ教えて、絶対登録しとった方がいいってみたいな感じで、でいいなと思って、まあ、食事する時とかホテルとかどっか旅行行った時とかに、その何かを見せる、その何かっていうか、その送られてくるやつを見せるだけで割引が効くから、まあぜひ、もったいないと思うんで、皆さん18歳以下の子供がおるんやったら登録して、使ってみてって感じ。子供だけがじゃなくて、そのお母さんだけでも、その買い物とか行った時にそのやつを見せるだけでできるみたいなんで、まあぜひ一回ちょっと下の概要欄にそのマイどこでもカードの詳細など貼っておくので、ぜひ見てみてください。もうこれはほんまに得やから、関西の番組がさ、なんか裏マヨでやってて、もうこれすげえと思ったから、もうぜひぜひ皆さん登録してみて。うん、別に案件とかじゃないよ、ただ単にすごいいいなと思って教えたかっただけですはい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とお便りよろしくお願いします。それじゃあまたねー。